それがワールド2のマップです。アメリカも久しぶりだぜ。お次のボスはマグショットザギャングマスター。データファイルで見る限りどうやら脳みそまで筋肉みたいなやつだ。でも子供の頃は違ってたらしい。どちらかというと弱虫だったみたいだ。孤独だった彼、そんな彼をいつも慰めたのは映画だった。中でもギャング映画のかっこよさに惚れ込んで、そしていつかギャングになるんだと誓ったんだ。強さに憧れた彼はハードなトレーニングを続け、そして完璧な肉体を手に入れた。もう彼を弱虫だというやつなんかいない。ハードボイルドなストリートファイターになったかと思ったら、ついにはこの辺りを仕切るギャングの大ボスになっちまったってわけだ。お、やつのアジトか。大きなカジノが見えてきたぜ。とても賑やかなところなのかと思ったら、まるでゴーストタウンです。確かに変だぜ。なんだかとても不気味です。何があったんでしょう。そんなことよりローリーから取り返したページに書いてあったテクニックを早速試してみるか。ポイントジャンプのテクニックですね。なあ、もう一回秘伝書のページを見てくれないか。鋭き物の先に輝く青き光をめがけ飛び上がり盗賊となれ、さすればその身は導かれん。つまりジャンプして丸ボタンで綺麗に着地と。まあそういうことみたいです。あの光ってるのは何だ。最新のセキュリティシステム、エレクトロニックフロアセンサーです。触ったら大変です。そりゃそうだ。点滅をしているときは触っても平気ですが、その後パターンが変わるです。